どうも、スイッチマンです。第3次スーパー系ロボット対戦アルファ第4話やっていきます。前回はたくさんの柱と、口の化け物をほふりました。ではインターミッションです。魔人カイザーを改造します。確か、カイザーの改造はマジンガー G に引き継ぎされてお得だったようなはず。間違ってたらごめん。まだ大した資金もないので、大した改造もできないんですけどね。ってことで、エネルギーと運動性を上げておこうかな。それでは始めていきます。お、接触不良か？それではスタートです。ラーカイラムとアルビオンを指定ポイントに移動させればいいんですが、敵を全滅させてもクリアなんで、そっちを優先させます。まずはリアル系の方を母艦に収容。収容が済んだら、母艦も敵の殲滅に行きます。スーパーロボットのパイロットで優先的に倒したいな。でか、敵の正体を組んできとるな。移動後の、全体攻撃ができる機体は貴重。これでもくらえ！順調。あとはカッコ撃破。攻撃します。一気に行く。サンダーブーストなく、ゴー。くらえ！
レッダーは HP 回復あるから多少無茶させても大丈夫っしょ。結構ダメージ食らうな。ちょっとやばいかも。反撃してもいいかな。危なかった。ではカイザーから。魔人カイザー最高。早くボルテスも加入しねえかな。グランドファイヤーの区界だっての良さ。第2次アルファでかなりお世話になったしな。ブライトは足が遅いんで当てにできないですね。シナプス艦長に頼るとします。上限に弾幕展開。ゲッターで削ってるんでちょっと小づけば倒せます。隙あり。狙いは外さない。行って、ガンダムストラック。強い強いリーフの出番。じゃないか。セッターはひらめきと不屈を使っとこうかな。
け。貴様にも味わわせてやる、ゲッターの恐ろしさをな。ストラーサンシャイン。あんまりゲッターを狙わんといて。あら、これ大丈夫か？次ゲッター狙われたらアウトですやん。敵の思考パターンがようわからん。ふう、危なかったぜ。ランゲルはコンブイで倒したかったけど間に合わんな。もう幸運も使っちゃおう。では急ごう。熟練度獲得条件が5ターン以内での敵の殲滅だったはず。努力家の戦闘のプロ。ゲッターは普通ひらめき Z。 ランゲルの正体は幸運不覚醒、一掃したいな。2号機が全体攻撃ありますね。よし、反撃で削る感じでいこう。ゲッター狙えよ。なぜ2カブトのとこに？十分間に合いそうですね。ウレストバーン！ではスカールークをグッハでやります。これで倒せるかな。行くぞ。
迷っている暇なんてない。行って、ガンダムストラップ。全然ダメじゃん。がもったいねえ。サイズ差固定のせいだな。しょうがない。カールークはゲッターで倒そう。行くぞ。やめたバカな。あとはガンゲルか。シナプス環境でいい感じに削るとします。ミサイル一斉発射。ジャレラ様、状況を報告せよ。復元第4ブロックに直撃。こいつにカトンボとか言われるとなんか腹立つな。よし、今度こそクッハでやります。次、しくじったらクッハのあれであんなことやこんなことするけんね。勝負です。四方弾装填、ターゲットロック。3回連行、行きます。さあ、俺一人では地獄に落ちるんだ。しくじっとる。さて、今度はこっちの番だ。やってくれたな。異常な失速を2回も無駄に。もう強運のチノジーフで行くしかねえべ。こいつ相変わらず口悪いな。そう、ブレットパワーオン。イグブリーダー。さあ、様の顔は覚えたぞ。熟練度ゲット。
から先はイベントですね。SRX がボロボロ。これ、あやは大丈夫なん。下半身なくなっとる。まさに四面楚歌。とりあえず加速使って逃げます。てか、それしかできん。まだ戦える。くそ。負けられねえんだよ。くそ。マジで逃げるしかできん。
流星立て、お前も生贄にしてやるよ。もう逃げられん。スロイン、エリアレディバAyaka.
系の機体で一人かけたりするのは致命的ですね。しばらくはバラバラなんだろうな。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。